リュッケルト歌曲集は、グスタフ・マーラーが1901年から翌1902年にかけて完成させた連作歌曲集の故障。より正しくは、フリードリヒ・リュッケルトによる5つの歌曲という。ピアノ伴奏版とオーケストラ伴奏版の2種類が存在するが、マーラー自身がオーケストレーションしたのは5曲中4曲のみで、美しさゆえに愛するのならのオーケストレーションは、 マーラーによるものではない。初版は1905年。初版では、後に連作歌曲集、少年の魔法のつ笛に挿入された少年腰と死んだ少年腰の2曲を含み、7つの最後の歌と呼ばれていたが、実際には最後の歌でもなく、現在の演奏会では、完全に切り離して、リュッケルト歌曲集だけ演奏されることの方が圧倒的に多い。 前後曲、約20分。以下の楽曲から構成されているが、曲の順序について、指定はないため、この順番で演奏されるとは限らない。私の歌を覗き見しないで、ブリカ・ミア・アニヒト・イン・ダイ・リーデル。私は、ほのかな香りを吸い込んだ一匹を止めとアイネン・リンデン。デュフと私はこの世に捨てられて、一匹ンでアベルとオペ・ハンデン・ゲコンメン・マヨナカにうん。 ミターナハと美しさゆえに愛するのなら、ディープスとジュームシェーンハイとマーラー本人が年1九百五年一月二十九日に、ウィーン・楽ク協会において、自らの式で、還元楽版の四曲を演奏した際の順番は次の通りであった。私は、ほのかな香りを吸い込んだ一匹夫めとアイネン・リンデン、ディフと私の歌を覗き見しないで、ブリカ・ミアー・ニヒト・イン・ライ・リーデル。私はこの世に捨てられて、 一筆瓶でアべるとオペハンデンゲコンメン真夜中にうん。ミターナハと編成は各曲で異なる。ここでは総編成を記す。フルートに、オーボエに、クラリネットに、ファゴットさん、ホルニントランペットに、トロンボーンさん、チューバ、ティンパに、ハープ、ピアノ、ジェレスタ、ゲン部。ありがとうございます。